はどうやって暮らそうはい西成のビンワンツネラルマネージャー野良ですわしじゃよしばらく顔を見せんが困ったことがあれば何でも言うんじゃぞお前さんはうちの稼ぎ頭わしの子供も同然なんじゃからなはい今日はお前に見せたいものがあってなまだ作ってる最中じゃが見に来んかうん行く行く てめえら少しでも完成遅れたら沈めるぞ。はい、組長、遅くなっちゃった。いい,いいんじゃ、いいんじゃ。見せたいのって、これ何作ってんの何じゃと思うえーっとね、壁に凸凹ついてて、高く登るやつ。ボルダリングじゃねえよ。まさきにお前さんの口から健康的で健全な答えが出るとは意外じゃった。アズレじゃ。わかった。こいつらの墓、のか。打って変わって不健康で不健全じゃのしかも自分で作らせるって、どんな罰じゃアズレじゃ。だったら、行政が異次元の施策で予算を使い切るためだけに作ったけど、結局は誰も使わなくて潰す無駄な公共施設。いきなり政治への皮肉？お前さん答えが幅広いのさすがわし。 見込んだことはあるじゃがはれじゃもう飽きたから早く答え教えるよお前さんへのプレゼント飲食店じゃ僕に見せようつまらないもんじゃがなわしからの感謝の印だと思って受け取ってくれるかううどうしたいらないならいらないでいいんじゃよこいつらの墓にするから違うんだ東京ではいくら仕事頑張っても全然うまくいかなくてずっと平のままでなのにこっちではホームレスになっちゃって立ち直れないくらい最悪になっちゃって僕の人生終わったんだって思ってたんだでも組長さんと出会ってどんどん良くなってこんな店までもら 悪い日もあればいい日もある人生捨てたもんではないじゃろう、うんがんな気しちゃって恥ずかしいやちょっと見て回ってもいいもちろんじゃ いい人に出会えてよかったなもっともっと頑張ってあの人を喜ばせてあげたいなおっとそいつに触ったらいかんぞでて転がってきたギューあいたたたたたうわーコンクリートがなんか叫び声が聞こえた気がするけどあれ組長がいない気を使って先帰っちゃったかなうま全く身動きできん野良がタロにぶつかったのはわざとじゃないにしてもこんなふうはありえんじゃろいや待てわざとかあいつわざとかクソがーそういえば天高く登るとか墓とかつぶすとか言ってたなあれヒントじゃったかわしを天に召して墓に入れて組を 潰す気かもうあだで返しおってどこの首の差し金じゃ絶対に脱出してあいつの束取ったら <laughs> おかしいな組長と連絡取れないなうちの頭邪魔しとらんか僕も連絡取りたいんだけど建設現場で会ってからそれから一度も会ってないんだよねあっこかほんだら我も一緒に来いやなんかあったかもしれんうんそうだね <laughs> 組長,<ー>組長ーここだおい今なんか聞こえんかったか早く出さんかいあ本当だあっこからや地面の中や キャシラ、今すぐ助けますよって重機がギャーってやりますたかい。助かったわい。数々の視線をくぐり抜けたわしでもさすがに死ぬかと思ったぞ。よかったよ。組長に何かあったら僕僕。騙されるか。おい、こいつをドラム缶に入れてコンクリート流せ。ミス。え、なんで？うん、ねえ、えどういうこと？ 知らばっくれてんじゃねえぞどこぞの組の差し金だろうが言ってる意味わかんないし普通に沈めてやるのが筋じゃがお前さんには利益を出してもらっただからチャンスをやろう頭と足は出しといてやるもし無事に生き残ったらおのれのに感謝することじゃな落とせウィッスやめてお願いああたたたこんなんじゃよげないってさらばじゃいくぞウィッス助けてー <laughs>、はああ社長から平に降格しちゃったよもう私の人生お先きまくらだ運よく浜辺にたどり着いたけどこの状態じゃえドラム缶に顔と足が生えてるで、野良くんトミさん ちょっと待ってて今助けてあげるからはあ、ーてんや助かったぜなんでドラム缶に実はカクカクしかじかでもう西成に戻れない大変だったねお願いだよ僕を雇ってくれよ新聞で読んだぞ社長なんだろう。えっと就任式に寝坊したせいで降格して今は平なんて言えない頼むよーい、いいよ私が命令するだけの簡単な話だからやったー お願いします約束しちゃったので野良くんを社員に戻してあげてください。いや君の約束なんて知らないし。でも野良くんですよ。今まで野良くんのおかげで利益が出たことがあったはず。また利用するだけすればいいじゃないですか。それもそうだね。なんだかんだ言って君より有能だし。え私よりもだったら明日から再雇用いをけて。やっぱり今の話なかったことにまさか野良くんと同じ平社員になるなんて野良くんには平社員だとバレないようにしなくては次の動画の展開を楽しみにしてくれ。